こんにちは。モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画 No.7 キナリガラスファン式エアバーナーをご紹介します。キナリガラスさんのバーナーの中からファン式エアバーナーをご紹介します。2006年1月以降に販売されたものは、都市ガスプロパンガス兼用です。 こちらの2台は両方とも兼用バーナーです。左はプロパンガス、右は都市ガスにつないであります。ファンが回って風を送り込む仕組みになっています。モーさんが知る限り、トンボ玉用のバーナーの中でファン式はこれだけだと思います。珍しいバーナーだと思います。ダイヤルを回してファンを回転させます。 ガスを出して点火します。炎の感じは動画ナンバー六で紹介している。エアバーナーの拡散炎に似ていると思います。音は静かなので、音楽や会話を楽しみながら作業できます。ガスを止めます。 ファンはそのまま回してバーナーが冷えたら電源を切ります次に点火する時は電源を入れてガスを出して点火しますファンの回転ですがその都度ダイヤルを回していると大変なので コンセント側で電源を管理すると良いと思います。C2W 白を溶かしています。ファンのダイヤルの位置ですが、最大より少し手前にしている状態です。こちらも同じく最大より少し手前にしている状態です。 ススは入っていませんガスを止めますファンを最大にしますこちらも最大にしますガスのダイヤルを回して点火します 強い炎で C2W 白を溶かしていますが、ススは入っていません。ガスを止めます。ファンは回したままにして、バーナーが冷えたら電源を切ります。ファンを最大にすると音は大きくなるので、先ほどのように音楽や会話を楽しみながらとは言えませんが、 火力は増します。作業内容に応じて炎を使い分けると良いと思います。動画ナンバー110では通常の炎と最大の炎を使って作品を作っています。作業中に炎の大きさを変える練習をします。ガスを適当に開きます。 ファンを最大にします。ガスを絞り、炎を調整します。強い炎になりました。元の炎に戻します。ファンを少し戻します。ガスを絞り、炎を調整します。これで元の炎に戻りました。 炎の大きさ調整の練習を終わります。こちらは5キロのプロパンボンベです。中身が5キロです。総重量は約12キロです。高さは約45センチです。こちらは圧力調整器です。ゴム管差し込み型の口にゴム管を差し込みます。ボンベに取り付けます。 普通のネジとは逆方向です。左に回して締めます。バーナー側もゴム管差し込み型です。ゴム管を差し込みます。プロパンボンベとバーナーをつなぎました。白いスイッチは後からつけたものです。本来このようなスイッチはついていません。コンセントにつなぎます。 バーナー側のプラグを差し込みます。ガスボンベを開きます。ファンを回転させます。ダイヤルを回してガスを出します。ガスタッチでの接続方法は。 ナンバー3の12分10秒あたりを見てくださいこのダイヤルがガスの量を調整するダイヤルですこちらのダイヤルでファンの回転を調整しますパイプを外します ヘッド部分を外します。ヘッド部分を解体します。ペットボトルのキャップ部分を利用して外します。外せない場合は動画ナンバー6の29分40秒あたりを見てください。ヘッド部分の部品です。3つの部品で成り立っています。 バーナーの下側を開けます。縦横約6センチのファンが内蔵されています。ネジを緩めて外します。ファンの風はこの穴へ向かって吹いています。ファンを回してみます。 風が上に向かって吹いているのがわかります。ギザギザしたこの隙間からガスが出てきます。ガスを出します。点火しました。このようなことはしない方が良いと思います。ファンが回っている状態です。 今からやることは悪い見本なので真似しないでください。ファンを回さずにガスを出して点火します。まず右側、都市ガスの方に点火してみます。都市ガスは空気より軽いのでスムーズに点火できます。しかし本来は必ずファンを回してからガスを出してください。次はプロパンガスです。 ファンをを回さずにガスを出します。プロパンガスは空気より重いのでガスが上に上がってきません。そのためなかなか炎がつきません。ガスはバーナーの下側にどんどん溜まっていくので大変危険です。必ずファンを回してからガスを出してください。コンセントをつなぎます。電源を入れます。 ファンを回します。都市ガスもプロパンガスも必ずファンを回してからガスを出してくださいこの順番を覚えておいてください高さは約センチです。製造された年代によって材質や形状が少し違うようです。 これで動画ナンバー7、きなりガラスファン式エアバーナーを終わります。理科室でとんぼ玉を作ろう、モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。